開催するにあたり多大なご協力をいただきました地元春日部市市長石川良三様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。改めまして皆さんおはようございます。セラミックカップ日本大会春日部予選、大勢のチームに参加いただきまして盛大に行われますことをまずもってご祝い申し上げます。今主催者であります清水会長の方からお話がございます。今両手じゃないのでは閉会式の最中かなというふうに思っております。ドイツとブラジルが PK 戦で、結果を出たわけでございますけど、皆さん方におかれましてはぜひあのピッチで自分も輝きたい、そういった大きな目標を持ってこの試合に臨んでほしいなというふうに思っております。今回のオリンピック41個のメダルを獲得いたしました。その中でもおそらく無理だろうというふうに言われていた日本の陸上、見事銀メダルを獲得することができました。これはただ総力だけでなく、まさにチームはまさに技の勝利であるというふうに思っております。そういった意味ではこのペラミックまさに技と技とのぶつかり合い、そういった自分たちの技をいかに磨けるか、いいチャンスではないかなというふうに思っております。こういった場を経ていずれはオリンピックあるいは世界の大会のピッチに立つ、そういった大きな目標を持ちながら大いに切磋琢磨し自分たちを高めていってほしいなというふうに思っております。そのいいきっかけになりますようご祈念申し上げ、皆さんのご奮闘に激励の挨拶とさせていただきます。頑張ってください。終わります。ありがとうございました。それでは最後